おはようございます。ゲームボーイアドバンス版ポケットモンスタールビーパート12、12回にございますと。お、リサイクル、ケーキさんしちゃうな。あ、いいことや、しょ、しょ、ちょっと、今日は喉が痛いんで、普通に行こう。力鍵。入金説。力鍵。110バンドルで波乗り。ふう、何も反応しない。ダウジングマシンかな。あれ？どういった？ん？マップ？ポケナビか。60バンドル。下か。でん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 。しっかり回収していく。しっかり回収していく。だが、上へない。上直せない。これちょっと悪いところに。スルー落とせば上に登れそう。ああ、秘密基地か。秘密基地なぁ、懐かしいなぁ。ダンツダンダダンダンツダンダンダン。キャモメくらいな。威嚇。あれ？こっちじゃなかったかな？お、クリアボディ。なにそれ。ま、ここら辺は。あれ。目のクラゲ。毒クラゲもあり。毒クラゲ。ペリッパーの代わりに毒クラゲは割とありかもしれんな。どうやろう。ミノクラゲレベル26。やばい。ガンガン出てくる。容赦なく出てくる。キャモメレベル10。さあ、さあさあさあ。ここじゃなかったか。ちょっと待った。発電所。てててつてて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 。さならならならな。でねねね。でででで。はい。楽しみます。OK。運転がうまくできない。ちょ、113番、ちょ、103番ドール。こっちかな？発電所？変電所？こっちか。あれ？こっちか？ラクライ。まあ、レベル12ぐらいやったらいけるか。こっちかな。いい。ちげえ。
メノクラゲとキャモメが多めかな。メノクラゲ24しか出てこんのかな。あ、じゃあ10もいたよな。この2種どこやろう。違うな、これ行き過ぎやわ。変電所どこ行った？いい？くらいな。よしよし。今回はというか、ルビーサファイアでは、金、銀、まあ、金も今止まってるんやけど、縛りプレイを一切してないんで、もう、ルビーもむちゃくちゃね、時間かけてやったゲームの一つなんで、それをね、存分に楽しむとか縛りなしで楽しんでるわけで、またサファイアをやるって時になるとまた縛りを入れていったらなーと考えたりしていて、それはもう何年先の話になるか分からない。とりあえずポケモン赤番から順番にクリアしていくと、金は多分すごい時間かかりそうやね。何年かかかるかもしれない。まあ途中止まってるんやけど、あれどこやったっけ。110番通り、110番通り、こっちか。どこや。え、なくね、運転手。近接の地下にある。お、こっちか。これちょっともしかして気候をしてたんかな。気候し、中盤道路すぐなんだ。ここか。ここか。あったあった。フェリッパ。いいレベルしてんな。クライナと同じぐらい。あー、守る。プロテクション。それは効かんよね。ひるんだ。これはもらいやね。青。穴を掘るは効かんよな。飛行ついてるもんね。あと、怪力でいいか。あ、耐えた。マジか。冷気に包まれた。つまりはっていう。つまりということや。あれかな、状態異常とか聞かないみたいな感じ。よー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 、出る、むっちゃ出る。目のクラゲレベル7。レベル7かー。でんつてんでんでんつて。ちょっと鼻声ないけど今日ね。
10分経って今更かいたらしい。鼻声なんでね、鼻声プレイをお届けしてるわけやけど、今日は疲れます。ぜひ鼻声をお楽しみいただくと。あ、ポケモン出てくる感じ。ビリーダーまでコイルとかそういう感じかな。あーね、コイルもらっとくか。捕まえくいてもいいやもん、全然。効果今一つ。超音波捕まえとくか。ちょっとここで失礼します。モンスターを一本ルビーなんかとかポケモン割とそう友達と対戦したりするの楽しいんやけど、結構一人でポケモン集めて強くしてみたいなずっとしてた記憶あるな。ビリー玉、ビリリ玉か。捕まえとくか。ソニプン。で、じゃあその捕まえたポケモンで何するかって別に何もしひんだけどね。もう、進化。ビリリ玉は例えばね、進化したらどんな形になるかなとか、まあ、守る前に知ってるんやけど。そうそうそう。そんなんをひたすらやった記憶がある。で、お金を貯める。ポケモンリーグ。現実でお金持ってへんかったからかな。なんかポケモンリーグでひたすらお金を増やして増やして増やしてってやったな。コイル。コイル、レアコイルはポケモンカードで結構なんか使ってた記憶か。あ、でもここの記憶怪しい。嘘の記憶な気がしてきたわ。ドゥー。ウクライナ PP そろそろ全員切りさえな。ちょっと。ああ。まあね、今日の体調はそんなに良くないっていうのはね、記録に残すために、これをあえてカットしない方向でいくべきか、カットした方がいいかちょっと考えながらやりますと、コイル、コイル、コイルやな。コイルってビリリ玉しかおらんないよね。ヒルメロ、あ、ここはもうしょうがないよね。変えるかポケモン。なる着物。やめて、麻痺はやめてほしい。から元気価格は確か PP が35あるんで、技切れ防止のためというか、まあまあ、対戦、通信対戦は線路で、PP 重視で。いい技見つけられたら、いい技が、覚えるチャンス、いい技を覚えるチャンスが出てきたらね、まあ、切り替えていくんやけど、どうなんやろなぁ。そろそろグライナも終わりかな。まだ、過密感も出るんやけど、ちょっと、トレーナーとの対戦に備えて、下げとく。ペリッパー、ペリッパー水入ってるんで、ちょっと、使いたくないな。最高そうだ。40、いい傷薬50、前6種じゃなかったっけ。傷薬が4、じゃあ違うか、傷薬20か。でんでんでんつでんでんでんつでん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 つでんでん。せっかくでどれぐらい入るか。まあ強い岩タイプのポケモンとかもあるかも。ああ、まあこんなもんやろな。
まあ、あとはレビルがこの技の弱さをカバーしてくれるんじゃなかろうかね。マヒナをしっかり。最高そうだ。ポケモンってどこでも強いんだよね。っていう。はい。あの手前のボタンは多分踏んだら、緑のね、まだ緑のゲート閉まっちゃうと思うんで。まあ、あえて踏んではないので、せっかくと空元気で、こう。あれ？やる着物って、怠けるってなかったっけ？ちょっと待った。状態以上の時に体力1残りこらえる。今度も捨ててしまっていいんやけど、通信体制1000からな。ドックもらうなら、こらえるの使いどころあるかな。このトレーナーと対戦だけでなさそうやな。しかたむっちゃ出るなこれ。異常に出る。やる着物も早くとレベル上げてしまってケッキングにして、ケッキングにしときたいな。あ、マジか。麻痺つけといて、から元気を、とかん、いや。で、麻痺外すかもしれんからな、麻痺で。てん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 。なかなか、すごい勢いでモンスター出てくる、ポケモンが出てくるから、全然進まれへんねん。まあまあいいでしょう。ここは今一つ。ここはノーマル引っ掛けて下に行くか。か、逆にもう、諦めて、麻痺は受けるもんやと思って。っていうのもありっちゃありか。麻痺状態なんで技が通れば結構なダメージが入るやもしれん。あら、ノー。状態以上なんで先制は取られる。やばいな。これ、あ、これいいか、麻痺状態しとくか。いい傷薬。はいはいはい。色。いや、混乱ももらうか。マジか、きついな、それ。よし。いやー。解けた。早っ。よしよし。ビリリだわ。これでレベル上げて考えると、あ、こんだけ出てくれて、
いいと捉える、と捉えるべきだから。麻痺直し。麻痺はもうつけといてんだよ。あ、そういうことか。一応スプレー振っときたいな。なんかそんな気もする。いいね。耐えてくれ、耐えてくれ、耐えろ。あ、あ、シャワーもしかいいね。プレイスキー。なんでもよかったね。ピリリ玉。まあヒノコとかでいいのかな。よいしょ、よいしょ。ノー。あとは火の粉でいいか。耐える、耐えるけど別にな、大丈夫。よし、なんでもなし。すごい勢いで出るから全然進めへんな。これで、あっしゃ、あれ？あっしゃも三段進化の3か、38やもんな。多分じゃねえや、38やから。あっちゃんも、接触しまった。雷の石、EV を、あ、しまった。EV もらった気がする。あれ、もらってないかな。じゃあ、サンダースにして、育てるか。ありっちゃうよな。耐える。耐える。もう、馬車もだけ。馬車も、馬車もか。馬車もだけレベル高い。めっちゃ高い。でんつてん、でん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 。これもな、見てくれてる人と一緒にこう、その人もね、ルビーを手も、ルビーをサバイアをね、こう手元に用意して一緒にやるみたいな、そんなありかなって思ったりするけどね。まあまあまあ、ちょっとまだ、今更やね、パート10人になって、いきなり、なげるね、こいつも。ルビーサファイアで300、アドバンスで300、400円で買えると思う。300円ね、300円で買えるから。まあ、DS の方やともうちょっとはるか、3DS の、なんだっけ、オメガルビーと、オメガルビーと何サファイア、なやろ、オメガ、オメガかぶせ、それないか。全然すごい勢い。これはスプレー不可避やね。どうすっか、普通に穴を掘ると抜けてもいっちゃいいんかもしれんけどな。ブリーズキック。火の粉でよかったな。戻れに。
野生のリーダーはもうレベル、だからレベル30弱ぐらいのパーティーが多分来るとこなのね。ただ、ちょっと場所も一体だけ40弱ないけど。まあまあまあ、いいでしょう。これでいいのかな？普通に声がすることないかな、発電所で。マグマだ。あ、さ。いるやんっていう。待ってて、こんなやろ。いやー、きつい。何がきついって、その、ちょっと微妙に残っているっていうのが、全然、勝負的には勝てるんやけど、あ、ちょっと、惜しいくらいの、なんつうやろ。あ、気持ちには。なるわなぁ。何の話してんだろうな。コイル。千葉コイルなんか次、ルビーサファイアの次か。プラチナ？ダイヤモンドパール、ダイヤモンドパール、プラチナ。違う、ブルーブラック、ブルーじゃねえ。ブラックホワイトかな。千葉コイル、もっと先かな。この時点のポケモン結構数多いんやけどね。なかなか、そこまで行くと、ブラックとか、あんま、ソードシーンでもそうやし、サンムーン、サンアンドムーンとか、なかなか、はぁ、覚えられへんよね。多分、それぐらいまで行くと、ポケモンももう700とか800とか、行ってるやろし、多分厳しい。ナイスサイバーボール。まあ、これ編集だいぶした方がいいよね。まあ、これまでポケモンの編集一切してへんのやけど、パート10にして編集をしだすっていう。やーば。めっちゃ出てくる。マジか。例えば PP25 やったがもう5になってしまってるから、だいぶやってるね。だいぶ火の粉だってことね。ピーセス。ででんねんねん。ちょっとインスタ。小休止みたいになってくる。これで、行くと、なんかもらえるのかな。わはは、サイクロお前さんに頼んで正解じゃった。これは俺の10万ボルト。お。どうすか。ゲーセン行って。はい、で次は俺どこ目指したの？ポケナビを見て方位マップ多分右の方行くんじゃないかな。こう登っていく感じだったんじゃないかな。記憶によるとっていうコンディションってない、ね、8678、まあまあそうやろな。 OK、 時間いくらなんで今日この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。